だそれまでっていうのは全然ストライク先行してたんですよね、うん、ですよね。やっぱりそれが上位打線二回り目に入るみたいな意識もこの草抜きにはあったのかもしれません。ただやっぱりこの1点で止めるっていうのも大事ですよね。いやここはもう本当にねもうこれ以上やっぱりやれないですよ、あの杉内のピッチング見てたら ね、はい、まあ昨日の武田勝も1回に1点取られたんですけど、ただその1点で止めて、まあ、味方の反撃につながりました。センター前だ、陽大館突っ込んできた、取ったか、取りました、アウト、ファインプレー、草抜きを助けました。落ちてれば1点というところですが、これがスーパープレー、陽大館のプレーです。しかし4回の表ジャイアンツが1点を取っています。スーパーキャッチを見せました陽大館、正面へのライナーでした。難しいと思いますけどね、西山さん。一番難しいんですよね、正面へのライナーっていうのは。うわ、あれが取れるんですね、もういっぱいいっぱいですよね。ですよね、もうここしかないいうところへもうグラブ出していってね、はい、いやすごい、やっぱりもう球際の強さでしょうね。ゆきさん、はい、大塚コーチなんですが、はい、中田陽大館選手はスーパーな選手、はい、まあ、昨日も陽選手に惜しい送球あったんですけれども、うん、はい、この2人だとランナーコーチは回せないし、うん、1つのプレーが今後他のチームに対しても生きてくるんだと言っていましたね、うん、はい、なるほどね。